横浜市の住宅で火事があり、家の中から身元不明の遺体が見つかりました。警察と消防によりますと、24日午後7時半過ぎ、横浜市緑区で住宅から火が出ていると近所の住人から通報がありました。ポンプ車など22台が出動し、火はおよそ1時間半後に消し止められましたが、木造2階建ての住宅170平方メートルが焼けました。家の中から身元不明の遺体が見つかりました。この家には80代の男性と娘が2人で暮らしていて、男性と連絡が取れていないということです。警察は身元の確認を進めるとともに出火原因を調べています。